第18回オープントーナメント全沖縄県空手道選手権大会一般男子3位決定戦です。本戦は3分間で争われます。対戦は314番が新里和弘、そして332番赤のリボンをつけたのが宮里勲です。先ほど新里和弘選手の奥さん新里千恵選手が見事一般女子の部で優勝を飾りました。さあここは見えづらかったですね。はい、副審は一人技あり上げていますが残りの3人はこれは認めませんでした。こちらが新里、膝蹴りが効いてるかもしれないですね、はい、先ほどの膝蹴りですね。ここは膝を連続で見せてきます。膝が連続で入りました。新里の膝蹴り、まずは技あり。半年で15キロ増やしてパワーをつけてきたという新里和弘、ここが前に出ていきます。圧力をかける宮里に対して、さあ膝を狙っていきますね。ここは膝のダッシュ、そして上段に膝を見せていきます。これは新里の攻撃が止まらない。宮城さん、これは新里の攻撃が止まりません。そうですね、勢いがすごいです、はい、もうすでに宮里の動きが止まっている。さあ新里打ち込む、膝が入る。宮里のボディを新里の膝が的確に捉えていきます。諦めないで最後に戦う気持ちが大事だと思います。ここまで試合を重ねてきまして、まあ、両者ともにダメージは当然残っているはずですが、そんなことはみじんも感じさせません。技ありを奪っているのが314番身長の高い新里、対する宮里は去年のウェイト制重量級で県大会優勝、もう一つ38歳になった今タイトルが欲しいという話もしていましたが、宮里選手踏ん張りましたね、ここ一つ踏ん張りましたか、はい、動きも少しずつ元に戻ってきていますが、ただここは新里がボディに対しての膝を見せていきます。最初に技ありのポイント取ってますので、これ取り返すには技あり取り返すしかないですね、はい、なるほど、そうですか。さあ残りはまもなく15秒になろうというところ、宮里圧力をかけたいところなんですが、ここは中段の回し蹴り。さあ新里がただそうはさせません。突きから距離を取っていく、下突きを見せていく新里。さあ新里が奥さんと続いて勝利を挙げることができるでしょうか。今本戦の3分が終了しました。白旗が一斉に上がって5対0新里和弘見事一般の部3位決定戦を制してこの大会3位に輝きました。奥さんの新里千恵選手の優勝に続いての表彰台ということになります。